ーマはこちら。もしも無人島で文明の利器も食料も全くない状態で1週間生活しないといけないとしたら、どちらを連れて行きたい？1、アルベド、2、シャルティア。おい、スタッフ。なんでこの2人がいるときにそういう質問を入れるんだ。答えづらいだろ。確かに。アイス様がなんて答えるのかすごい気になった。これはどうすればいいんだ。私はどっちになっても戦争ねえ。どうすればいいんだ。戦争だ戦争。おい、この場から消えたい。うん、マーレでじゃないんですよ。コメントマーレはないですからね。マーレはいないですよ。アルベドかシェルティアの中でね、選んでいただきたいと思うので、でもこれはもう一回こうアインズ様を置いといて、うん、もうあ、そっか、そう、日野さんとして、日野さとしですね。そうです、そうです、うん、人間としてです。そう考え、人間としてって考えたらどっちも嫌だよね、でも。だってさ、下等に見られるんで、二人から。確かに。でもなんか クズ扱いされるんだよ。大人の女性とちょっと幼い女性だから、なんかどっちの方がそういう日野さんの好み的なものを全然前面に出していただいても。つまり可愛いからね、二人きりで1週間いるっていうことですもんね、うん、大雑把に言えば。そう、だとしてもな。だとしてもこれは気になるな。ちょっとこの質問どうするんですかねえ。どっち選んだってさ、日野として選んでもアインズとして選んでも角立つじゃん。いや、これあ、ライフライン、あ、テレフォン使おうか。あ、テレフォン。テレフォン、ユーザーの意見ね。テレフォン、テレフォンで決めるか。これテレフォンで決めよう。ねえ、ちょっと結論出ないので。テレフォンだよ、そう、ねえ、こういう時こそテレフォンですよ。ねえ、今ちょっとこれ準備していただいてるので、こういう時こそね、やっぱね、はい、P のお力を。ねえ、なんて答えるのか、P も今から震えてるかもしれないですけどね。P が答えたら、そうね、そうだね、おとなしくそれに従いましょう、うん、ね、やっぱりね、プロデューサーですから。じゃあ今度はアルベドに聞いていただきましょう。わかりました。あ、もしもし。はい、あ、もしもし。あ、もしもし。はい、カクカクシカジカどっちがいいですかね。1番のアルベドとシャルティア、はい、どちらがよろしいですか、オブジン島に連れていくならば。あー、1ですかね、アルベドかな。あ、今罵ろうと思ったのになんか嬉しくなった。そっか、シャルティアにやられちゃったんで。あ、そっか、殺されたから。さっき電話切られちゃったから。今もう喉元まで下等生物不明がって出てたんですけど。よかった、選んでもらえた。電話ブツって切られちゃったから、ね、一応言ってもらっていいですか、じゃあ。はい、あ、はい、あ、いきますよ。はい、この下等生物不明がです。なんか MKR のかもしれない。どっちにしろ飲ましてありがとうございます、いただきました。あ、でも一番なんですね。ね、なるほど。へえ、まあね、それはなんか理由が、殺された以外に何か理由はあるんですか、それともさっき本当に殺されたから。そうですね、さっきのでだいぶ票が覆った覆ったんだ。用済みって言っちゃったしね。しまった。用済みって言って切っちゃったから。しまった。じゃあこれあれですね、それをまあ踏まえた上で、あの日野さんに判断していただいても大丈夫なので、はい、まあね、やっぱりね、はい、じゃあこれはね、うん、ありがとうございました。一旦じゃあお電話はお切りします、はい、ありがとうございました。演者は P に従いますよ、我々ね。おお、それ、そのまま行くのか変えてくるのかちょっと気になるところではありますけれども、ではじゃあ私たちもね答えるので、はい、いきますか。じゃあ、はい、あ、もう私が回しだったことも忘れちゃいました。ショックすぎて。それぞれの意見をせーので発表しましょう。せーの、お、え、え、あ、こんなことがあったのか。課金アイテムか。課金アイテム、課金アイテムだ。ハーフランドハーフ。あ、でもまあ、でもちょっと安心した。これで選ばれなかったちょっと悲しいなって思ってたけど、どんなにクレームがあろうと私は両方好きだ。かっ
できたです。もうよかった一番綺麗でもよく思いつきましたね、この間を出すっていう。そう、ね、すごい。プロデューサーが頑張ってくれた間にどうしようこれだよかった、今のもちゃんと意味があった。ナイスアシストでしたね。うわー、よかったよかった。